OK、おはようございます。これからですね、動脈血ガス分析と三遠径平行についての説明をしていきます。これはもうみんな、分かってると思うんだけど、医師になって臨床の場では必ず必要なもので、まあほとんど何かに行っても関係が出てくると思うんだね。救命救急も含めて、で、あ、これは呼吸器循環器だけでなくいろんなところに出てくる。あと三遠径平行も内分泌代謝、あとなんだ腎臓、いろんなところで出てくると思うので、あ、自分の身につけておいてほしいところなんだ。で、今日の話はその採血の下から仕方から始まって、でどういうふうな、まあ、機械の中身の話はしないから、機械から出てきてプリントアウトされたやつをどう考えるか、しかも下手な計算機なんか使わないで自分の頭でその紙を見ながら歩きながらどう考えるか、いい、ね、そしてこのデータが出たら次の瞬間の次に何しなきゃいけないか、歩いて患者さんの元へ戻るのか走って戻るのか、もうそれもあるんだよこれって、緊急性があるから。でそういうことも考えながら次何しなきゃいけないかって、で相関の道具を用意していって用意しておいてって言いながら行かなきゃいけないのか、いろんな話が出てくると思うのね。それが分かるようによく考えていってもらいたいと思う。いい、それができるようになるのが今日の目的だからね。でこの話は多分もうずっと一生使える話なので、しっかり頭に入れておいてください。いいね。